うもだるいもんです。今日はこれから旗野にある公園に行こうと思います。なんかチューリップがたくさん咲いてるらしいので奥さんが見に行きたいということでまた犬を連れて向かっておりますという感じの Vlog が今からスタートします。どうぞ最後までよろしくお願いします。今気になったのがあそこのクリームパン、なんか美味しそうなんですよね。気になりますよね。ということであったら買ってきてくれと言っておきました。残念ながらクリームパンはなかったらしいです。旗野の戸川公園に到着しました。この公園はねちょっと広くていいんですよね。真ん中に川とか流れてて水遊びとかもできます。そして犬はなんか喜んでおります。まあ、桜はもうやっぱ散っちゃってますね。去年だかなんか桜がもっと咲いてる時期に来たような気がするな。さあとりあえず車から降りました。これからちょっとぐるーっと運動がてら散歩したいと思います。下まで行っちゃうと人が多いのかもしれないのでここでちょっと朝ごはん兼お昼を食ってそれから散歩に行きたいと思います。いいとこだな本当。やっぱここはちょっと来るのが遅かったね。あれってかでもこの花は何なんですかね。まだこの花は咲いてないみたいだな。さあちょっと食べよう。とりあえず買ってきたのはこちら。そして昨日作った若竹にちょっとやっぱわかめは初めに入れたらダメみたいですね。グツグツになってしまいました。あ、匂いはすごいいい匂いですね。ではこちらいただいてから散歩行きます。よいしょ。ではこちら大きな鮭ハラミいただきたいと思います。さあ昨日作った若竹にどんな感じなんでしょうか。ちょっともうわかめはふにゃふにゃです。ちょっと濃い味のおむすびを食べた後だとちょっと味が薄いかもしれません。まあでもタケノコは薄味ながらもちゃんと味がして美味しいです。適当な分量で正解でした。タケノコやっぱ今が旬だからうまいですね。ただワカメはもうデロンデロンです。うまい。本当はですねこの戸川公園の横ずっと登っていくと林道みたいな道があってそこのずっと奥に川の横でちょっとねくつろげるところがあるんですよ。そこまで行ってね本当は平日なんかに来てのんびりしたいのですがさすがにねちょっとそこは一人で行くと下に降りられないんで奥さんがいる時しか来れないんですけどね。またちょっと平日行けたらちょっと行ってラーメンなんか作ってみたりしたいな。もう残り少ない花びらが散ってますね。さあご飯も食べ終わり忘れ物ないのを確認して散歩に向かいたいと思います。なんかでもおむすび1個と若竹にちょっと食べただけでもうお腹が苦しい。これはちょっと運動してカロリー消費しないと。ここが戸川公園です。あの橋を渡って向こう岸に渡るかこう坂道をずっと下がってってね川沿いまで行ってそこからまた登るのか二通りの行き方があるのですがとりあえず行くときは橋を渡って最短ルートで行って帰りは下を通って戻ってきたいと思います。なんか今日すごい体がだるい。県立旗の戸川公園ここがサムネです。さあここが分かれ道、右に行くと橋を渡る、左に行くとずっと下ってって谷を降りてまた登る感じなんですよね。あっち側の向こう側にチューリップが多分いっぱい咲いてると思うんです。さあチューリップ見に行くか。これは桜なんですかね、何なんだろう。ああそこから横にそれていくみたいだな。さあ楽して橋渡っていきたいと思います。こっち行くとね林道みたいなところに行きます。まあ林道っちゃ林道なんですけど、いやのどかでいいですね。チューリップが咲き始めてます。今日の目的地はあそこのチューリップ。さあ行ってみますか。いやチューリップ綺麗に咲いてますね。しかし今日日差しが強いからマスク焼けしちゃいそうですよね。チューリップ満開ですね。で犬も暑そう。おなんかさっきまでなんか鳴ってたのはあのスイスホルン、あんな演奏してたんですね。でかいんだなこう見ると。なんかこれからさっきの練習でこれから演奏するんですかね、どうなんだろう。チューリップが
うん、本当満開だな。なんかここがメインのチューリップの畑っていうのを見たいですね。チューリップが本当いっぱい。そしてあそこが絶好の撮影スポットらしいですね。行列ができてます。こんな感じで奥さん真剣になって撮っとるわ。チューリップ満開でいい感じですね。ずっと下ってってあっち側を登っていくのが大変なんですよね。こちらが大島桜らしいですね。テント張っていいですね。こう川とかに近づいていきたいけどな、川もガタゴトで行けないからな。こう見るとやっぱあの吊り橋結構高いとこ通ってたんですね。川に近づきたいけどさすがにこれは無理だな。ここはね、ほんとなんかバーベキュー場とかあっていいんですよね。そして橋は結構高いね。川の近くまで来ました。いやー、こっち側の上り坂は結構急で大変ですね。疲れました。とりあえず吊り橋を渡ってあそこのチューリップを見て下に降りてって、そこのね目の前の急坂を登ってきました。いやいや疲れたわ。車まで到着。車に到着して乗り込みました。いや車内がめちゃくちゃ暑いんでね、エアコン全開ですよ。外気温もやっぱ22度、もう真夏ですよね。暑いわ。でもなんかここの戸川公園の駐車場入り口大渋滞、行列ができてます。あ、やっぱね早めに来てよかったです。武蔵くんも暑がっております。ただいまから宮ヶ瀬に向かって行きたいと思います。ちょっとね矢渕峠が道が遅いんであんま好きではないのですが、まあ、近道ということで矢渕峠通ってきます。宮ヶ瀬まで来ました。まあ先ほどの散歩でねちょっと疲れちゃったんで、まあ軽く歩いて帰りたいと思います。見えますかね、あそこにカラスの巣がありますね。おお、花びらすごいぞ。あら、ここにもカラスの巣がある。あそこなんかいますね。こっから見ると桜そんなでもないような気もしますが、とりあえず行くだけ行ってみますか。宮ヶ瀬まで来てこの暑さ、はあ辛いわ。しかし宮ヶ瀬すごい減衰してますね。さあとりあえず宮ヶ瀬に来たのですが、うん、まあ、ぐるっと一周散歩したって感じですかね。いやなんか今日散歩しすぎじゃない？なんかこれ帰ってご飯作れんのかな。今日タケノコご飯作んなくちゃいけないのに。おー桜吹雪がすごい。ここがなんか一番すごかったかもしれないな。おーきれいきれい。そしてもうちょっと疲れ果てたのでもうさすがに帰ります。はい、今日はねタケノコご飯を作るためにただいまより出汁を取っていきたいと思います。またまた鰹節を削っていきます。タケノコを切ってタケノコの味噌汁作っていきたいと思います。なんかよくわかんないけどさっきからお腹がグーグーなってる。ではこちらのタケノコご飯の具をこちらの出汁を入れた釜に入れていきたいと思います。はい、こんな感じで入れました。あとは醤油と塩とちょこちょこっとやってちょこちょこっと味付けをして炊いていきたいと思います。分量わかんないんでまた適当にいきます。みりん、醤油は多分ちょっとの方がいいかな。わかんないな、分量適当だからな。ではこれで炊き始めてみたいと思います。ちょっとね味が濃いような気がするんだよな。30分後ぐらいに炊き上がる予定。炊けてますかね、ちょっと見てみてください。はい、
どんな感じだろう。味はどんな感じかな。ちょっと混ぜてみますか。なんか良さそうじゃない、うん、ちょっとでもなんかご飯もほどほどの色でいいんじゃない。どうですか。炊けてる。炊けてるってなくて味はどうなんだよ。はい、という感じでタケノコご飯できました。ちょっと味見してみたいと思います。ちょっと薄口ですが、まあ別に食べられます。あとのね、他の味噌汁とか若竹煮があるんで、ちょっと塩分控えめって感じでいい感じだと思います。うん、これはこれでいいんじゃないでしょうか。ではタケノコご飯の次はこちらの若竹煮、いただきます。こっちはね、ちょっとお昼にも食べたんで、まあ味は分かってるんですけど、これは美味しかったです。うん、うまい。ではこちらの味噌汁もいただきます。出汁がしっかり効いてて、こちらはこちらで美味しいです。うん、タケノコの味噌汁もうまいよね。という感じで今日はとりあえずタケノコ尽くして、うん、終了という感じですかね。はい、うん、ではこの辺で Vlog 終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バット評価、何でもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。